こんにちは、子ども家庭支援センターリボンです。三鷹市では生後4ヶ月までのお子さんのいるすべてのご家庭を対象に、地域の民生児童委員さんがお尋ねし、子育て支援のパンフレットやブックスタート絵本をお渡しする乳児家庭全戸訪問事業、こんにちは赤ちゃん事業を行っていますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため当面の間休止させていただいています。訪問を休止している間、郵送でお届けできるように準備をしております。このようなバッグが届く予定です。今しばらくお待ちください。また赤ちゃんがお生まれになったばっかりで、このような大変な状況が続き、不安な日々をお過ごしかと思います。育児のことでご心配なことやご不安なことがあったときには、ぜひ子ども家庭支援センターリボンにご連絡ください。お電話でのご相談を行っています。また三鷹市総合保健センター、子ども家庭支援センター、すくすく広場、のびのび広場、東田世代交流センター、西田世代交流センター、子ども発達支援センター高の子も、現在は閉館している施設もありますが、職員はおりますので、お電話での相談は受け付けています。お電話でお話ししましょう。お家で子育てを頑張るお母さん、お父さんを応援しています。みんなで一緒に頑張ろう。